長いというタフな戦いになります。でとしていたのは今シーズンほど開幕戦でピッチにスター説は鹿島アントラーズギリギリのギリギリもうゲーム中村主審の笛が鳴りました。まずは山根が前にラッシュするようなボール、柴崎蹴ってニアヘディングシュートきましたよ。まさにワンチャンスパトリック。戦そして今日の湘南戦と、まあ、リーグ戦はここ4試合のうち3試合先発だった工藤代わって T らしいんです。まあどうしても守備のところですよね、はい。まあ、守備のところでしっかりと、まあ、与えられた役割は、まあ、工藤選手してましたけど、はい。まあ、本人としてはねやっぱ得点に追います。交代するのは36番岡本選手になりました。右にそのまま入れるという、ここ、ね、T らしい青山ティーラシーン、しっかりこう青山選手が、ね、広げるし長く下げます。ワンタッチでこれで少しフリーです。ティーラシーン、パトリック、川辺流した、稲垣残して川辺だ、あ抜けた、狭いが抜けたか。まあ、今シーズン広島がねこういった展開っていうのは多いですからね。ティーラシン、青山でミキッチがストーン、おお、ちょっとずれ、青山滑らせて浮き玉パトリック、絶妙でしたね。青山で殺しました、最後パトリック。まあ相手のミスをねしたたかに青山選手がそこ狙って、目先蹴っていいカーブ、体を預けたところでティーラシンへのファールです。ティーラシン収めました。あ、この収めるとは彼の武器、左のサイドからチャンス転がしてティーラシン折り返した。吉野が出ていってチャンスにしました。まあ、ボックスの脇ですけど、うん、まあ、勝ってますからね、はい。これでゲーム終了の笛です。広島またしても完封勝利。これでまず崩しんとこですよね、まあ、精度を上げる崩しんとこですけど、まあ、そのクオリティをどれだけ上げられるかにはなってくると思いますね。